アスキーメディアワークス熱中日和。狼と香辛料、僕とホロの一年。いらっしゃい。ご心配なく。実はですね、そうなんです。ありがとうございます。どいつもこいつも本当にわちのことを忘れおって、お知らずどもね。放っといてくれれ。わっちがしてやったことなど無駄だったと昔夜。せめて酒でも飲んで憂さを晴らさなければやっとられんわ。わけ、それはわっちのことじゃ。わっちは麦に宿る狼じゃと初めて会った時に言ったろ。なあ主よ、わっちはな、何百年もの間ここの麦畑に宿って実りを見守ってきたのじゃ。途中からは嫌々じゃったが、それでも手を抜くことなどありんせ。それなのにこの村の連中と来たら教会を恐れて、もうわっちは用なしじゃとか言いおった。そもそもわっちのことを信じる者などここ何十年の間どんどん減るばかりで。なんじゃ主は、またわっちの話を疑っておるのか。前にも言った通り、わっちは神なんかじゃありんせん。ただのホロ、堅牢ホロじゃ。この村に来たばかりの時はわっちも神などとは呼ばれんかった。いつの間にか神などと祭り上げられておったがの。わっちの故郷はもっと北の方じゃ。ずっといたのは大昔、この村の青年と約束したからに過ぎん。この村の麦をよく実らせてくりゃれと。十分すぎるほどわっちはこの村に尽くした。約束は十分に果たしんす。村の連中が恩知らずなことも少しは役に立ったがの。今年
この村ではワッチのための祭りをしなかった。そのおかげでこうしてワッチの宿った麦と共に村から抜け出すことができたんじゃ。ほれ、これがワッチの宿っておる麦じゃ。この麦が無事である限り、ワッチはどこでも好きなところに行ける。もうこの村に縛られることもありんせん。ワッチはな、もう一人ぼっちは嫌なんじゃ。敬われて遠ざけられて恐れられるのはもう。主よ、水を持ってきてくれやれ。気持ちが、わちとしたことが、焼け酒はいかんの。悪酔いして、水を早くくれやれ。いらっしゃい。どれを売ってくれるんだい。毎度。何を買ってくんだい。毎度。また寄ってくれよ。セーブ終わりじゃ。いらっしゃい。どれを売ってくれるんだい。毎度。何を買ってくんだい。毎度。また寄ってくれよ。市場に来るといろいろ目移りしてしまうの。かぐわしい匂いもしておる。む、主よ、あれを見たかや。わっちゃあれが欲しい。買ってくれやれ。しみったれたオスじゃな。もういい、主には頼まぬ。おお、どうした。どれを売ってくれるんだい。毎度。何を買ってくんだい。毎度。
毎度。まただ。はい、いらっ。またのお越しを。いらっしゃい。どれを売ってくれるんだい。毎度。何を買ってくんだい。毎度。また寄ってくれよ。どうした？どれを売ってくれるんだい？毎度。商売の知識が上がったの。何を買ってくんだい？毎度。毎度。またな。はい、いらっ。そう。やあ、元気かい？頑張れよ。またのお越しを。おお、どうした？どれを売ってくれるんだい？毎度。何を買ってくんだい？毎度。毎度。また寄ってくれよ。のう、ルシオ。商人としての格が上がったの。はい、いらっしゃ。
またのお越しを。おお、どうした。どれを売ってくれるんだい。毎度。何を買ってくんだい。毎度。またな。ちょっといいかや。馬車の旅というのも意外と疲れるものじゃの。それにしばらく似たような景色が続いておる。退屈じゃ。のお主よ、ここいらで一休みせんかや。そうか。退屈じゃから、わっちは寝る。の邪魔をされて休憩も何もありはせん。それに主も欲のないやつじゃ。わっちが居眠りしている隙に何かすればよかったものを。照れるでない。そんなに真っ赤になるものじゃありんせ。じろじろ見るものではありません。今起きたところじゃ。主、どうしてそんなに驚いておる。さては何か妙なことでもしようとしたのかや。照れるでない。恥ずかしがる必要はありんせ。わっちのようなメスが横で寝ていれば妙なことの一つもしてみたくなるのは健全なオスなら当然なことじゃろ。じゃが主がこれほど積極的とは思わんかった。見直した。どうだか。いらっしゃい。またのお越しを。おお、どうした。どれを売ってくれるんだい。毎度。
何を買ってくんだい。毎度。また寄ってくれよ。ちょっといいかや。良い天気じゃの。こうして荷馬車でのんびり行く旅というのもまた良いものじゃな。これでリンゴなり梨なり何か気の利いた積み荷でもあれば文句なしなんじゃがの、主よ。寝てる間に積み荷がなくなって困るのはわっちでなくて主であろう。行商人とは難儀なものじゃな。そういえば主よ、つかぬことを尋ねるが、主はどうした行商人などになったのじゃ。それなりに理由もあろう。よくわからないじゃと。主の言葉の方がようわからぬ。そもそも主は自らの意思で行商人になったのじゃろ。まあよい、主を責めたところで始まらん。ましてやわっちと主はただの旅の連れじゃ。おいそれと他人には家のこともあろう。誰しも触れられたくない過去というものがあるものじゃ。そうじゃろ。さて今日はせっかくの良い日和じゃ。主は旅路を急ぐがよかろう。わっちはまた尻尾の手入れでもするとしようかの。しばらく話しかけないでくりゃれ。生きていくためか。まあなんとも主らしい無難な答えじゃな。生きるための糧は必要じゃ。じゃがのそれは人とて狼とても同じでありんす。聞き方を変えるとしようかの。主に夢はあるのかや。わっちは狼じゃからの。人の行商人の夢というものを聞かせてくれれ。どうじゃ。これはまた何とも漠然とした夢じゃの。しかしわっちはそんな主が嫌いではない。若いオスらしい威勢の良い夢じゃ。じゃが主はお人よしじゃからな。人に騙されたりつけ込まれたりしたことも一度や二度ではなかろう。そんな顔をするでない。図星を刺されたことが丸わかりじゃ。それで商人が務まるのかや。まあよい、主が多少頼りなくても今は一人で旅をしているわけではなかろう。いざという時にはわっちがおる。主は安心して手綱を操っておるがよい。ということでわっちは少し荷台で横にならせてもらうかの。町に着いたら起こしてくれれ。ふむ、いかにも主らしい能天気な答えじゃの。じゃがの、わっちは主のそういうところが気に入った。素直に答えてくれるところが。わっちも旅は好きじゃ。旅はこの世界がいかに広いかを教えてくれるからな。しかし主よ、見たところ主はずっと一人旅のようじゃな。道中一人では切ない夜もあろう。メスがおらんで寂しいと思ったことはないのかや。くほんの冗談じゃ。素直すぎるのも考えものじゃな。ともかくこれからしばらくの間はわっちと二人の旅でありんす。わっちも主がおれば退屈せぬ気がしてきたところじゃ。
奇遇じゃね。はい。そう。またのお越しを。おお、どうした。どれを売ってくれるんだい。毎度。何を買ってくんだい。毎度。また寄ってくれよ。ノー、ルシオ。このような野の中で火をくべて食事をするというのもなかなか味なものじゃな。若いミソラで大変じゃな。しかし確かに冷えてきたようじゃ。外にいては身に応える。たっぷり食べたし、わっちはそろそろ二台の毛布に戻らせてもらうとしようかな。しかしわっちはゆっくり眠りたいんじゃが。うむ。ノー、ヌシオ。その晩、どうしてもワッチもしなければならぬのかや？するのがいいのは分かっておる。しかしな、ワッチは主が大事じゃ。万が一のことがあってはいかん。ワッチは、まだここで旅を終わらせたくありんせん。主よ、これはワッチの秘密なんじゃが。誰にも言わぬと誓えるかや。実はな、ヌシよ、わっちら狼はこういう晩は危険なのじゃ。空を見てくれれ。見よ、月があんなに明るいじゃろ。美しい光じゃがな、あれは我ら狼を狂わせる。あの光を浴びておるとな、胸の内に何とも言えぬ衝動が湧き上がってうずうずとしてくるのじゃ。主も昔語りなどで聞いたことくらいはあろう、月夜の狼の話を。衝動が抑えられているうちは良いが、一旦タガが外れるとダメじゃ。我を忘れてしまう。ことに今宵は満月じゃ。月の力が満ちておる。わっちも逆らいきれぬやもしれぬ。主を起こすとき、人間というたやすい獲物を目の前にして、果たして時勢が効くかどうか。
主もまだ旅がしたいのじゃろ。わっちも主を襲うのは元より本意ではありんせん。そもそもわっちら狼はな、このような月の晩には家におって表へ出ぬものじゃ。わかったら大事をとって寝かせてくれれ。主とわっちのためじゃ。それでもどうしてもというなら火の番をすることになるのじゃが。うむ、そうか。すまぬが、そうさせてもらいんす。主は優しいオスじゃ。何かや、まだ寝かしてくれれ。おお、すっかり明るくなっておる。気持ちの良い朝じゃ。よりにもよって理由はそこかや。満月はとうに過ぎておるというのに、それにも気づかんとは。てっきり与太話を冗談だと分かった上で寝かせてくれたものだとばかり思っておったが、よもや信じておったとは。ほらが痛い。あっちが悪かった。これではうかつに冗談も言えぬ。武士はどこまでお人よしなんじゃ。主は頭の巡りが良いのか悪いのかさっぱりわからん。わっちでさえ戸惑うほどじゃ。これからはもう少し注意深く主の反応を見させてもらうとしようかの。そう怒るでない。罪滅ぼしに今宵はわっちが火の番をしてやらんでもない。ただ注意してくれれ。月の光に惑わされた狼が真夜中に襲い来るやもしれんからの。狼は狼でもオスを襲う怖いメスの狼じゃぞ。
いらっしゃい。どれを売ってくれるんだい。毎度。何を買ってくんだい。毎度。またな。はい。そうです。またのお越しを。いらっしゃい。どれを売ってくれるんだい。毎度。
何を買ってくんだい。毎度。また寄ってくれよ。はい、いれ。そうですね。またのお越しを。ちょっといいかよ。そろそろこの辺りを行ったり来たりするのにも飽きてきたの。行商人というのは思ったよりも退屈なものじゃな。すると主が前の村を出てからずっと上機嫌なのはかなり儲かったからかよ。まあ、大体わっちの思った通りじゃ。主を選んだわっちの目は確かだったということじゃな。これが主に書いてもらった借金の証文じゃ。これで主の借金はなくなった。あとは次の秋までにワッチを故郷に連れてってくれね。そうすれば契約通りこの荷馬車は主のものじゃ。もちろんじゃ。どうせ主の財布はワッチの財布と同じだからな。同じ財布の中で金の置き場所を移し替えても意味はないじゃろ。かもしれんが、主の財布の紐はわっちの笑顔ですぐに緩む。そうじゃろ。主はそういうところが可愛いの。